はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね。あら、なんだか悪党。どうした。帰ってきました。帰ってきたの。ちょっと来い。ちょっと来い。お前偶然今通りかかったけどな。すごい、すごいね。どこ行ってきたの。今日はオークションの方から、引き取りの方をやってきました。どうでした。いい車だった。ああ、まあ。何と何持ってきたの。エッセとライフ。そっか、そっか。あのさ。今日ね、ありがたいことにお客様、遠方のお客様より今お問い合わせが入っておりまして、問い合わせこちら、これアクティトラック、これのお問い合わせが入っておりました。はい、でありがとうございます。でね、ぜひ動画の方ちょっと撮らせてくださいってお話でね、今撮らせてもらうんですけどもね、正直にね強調できるところがないです。なるほど。あのね、おめえもさ、このピースで仕事してさ、まあ今半年くれたけどさ、この働く車系統ってさ、乗用車系の乗用車と比べてね、やっぱりこう痛みが激しいよね。激しいですね。な、自分でもこう触ってる中で感じるべ。あ、わかります。ほんでこちらのアクティトラックもね、正直にまあもう痛みの方は出ちゃってるような感じの車、まあとりあえずゴミ捨てだったりとかさ、用途としてまあ使い方によっては十分なのかなってどこでもあるんですけども、まあ。ってことでちょっと一緒に見ていくかも、せっかくだからな。了解です。そう通りかかっ、大丈夫なの今なんか大丈夫？あ、今帰ってきたばっかで。あ大丈夫です。大丈夫だな。はい。じゃあちょっとエンジンかけてみてください。はい。これね、一応平成17年式14万1000キロ、エアコンはついております。エアコン付きっていうところが強調できるどこかな、いいところかな、そこに関してはね。普通にかかります。とりあえず、まあ傷んでます。シートもね、傷んでます。14万1000キロ手前でございます。エアコンついてて、エアコンの方はね、ちゃんと動いてます。まあまあ、とりあえずこんな感じの。あとここもね、錆が出ちゃってますね、これね。ここ弱いんでさっきのね、錆。これ。錆が出ちゃってます。あと荷台の方も。全体的に錆が出ちゃってでね、下回りに関してはうちで、展示する前にがっちりとね錆止めで、ね、錆止め塗装塗ってあります。マフラーごと塗ってます。まあ走行しては特に問題はなく走ってはいたんですけども、まあ何分先ほど言った通り、まあ働く車の場合ね、このまあパッと見ただけでも錆び出たりね、やっぱりね使い方が結構ね、乗用車道はちょっとこう違う使われ方するんでね、痛みがどうしても出ちゃってると思います。まあとりあえずさっきからうろうろしてるから、あら見つかっちゃった。ふみえもさん、どうもこんにちは。車大好き変態おじさんふみえもさん、今日もご来店いただいて遊びに来てくれてありがとうございます。はい、こちらこそ。あ、今日は何メインの方の仕事のは休み？今日休みですよ。あ、はい、わかりました。ちょうどよかった。ふみえもさん、ホンダの車詳しい方ですんでね、アクティトラック、これさ、アクティトラックってさ、とりあえず、これ、平成17年式で古い車なんですけど、あれ怖いんですよね、ラジエーターの水回りの、なんつったっけ、あれ、水回りのね、これね、たまに、この車、持病なのかわかんないですけど、ヘッドガスケットがよく抜けるっていうね、症状がね、あるんですよね。この車はね、まあ大丈夫だと思いますけど、とりあえず点検かけて問題はなかったんだけど、例えばね、エンジン今切ってる状態からエンジンをかけると、このかけた瞬間なんかに、ヒーターのコア、中にね、暖房をするときにね、水回るんですけど、そのヒーターのコア、そこからね、水の流れる音がちょろちょろと聞こえ出してきたらば、これはもう要注意ですね。要注意です。アクティ、バンモスとかもそうですね。アクティトラックとかバンモスとかエンジンかけたときに水回りのちょろ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 っていう音が出ちゃってると、ヘッドガスケット抜けの前兆というか、もう抜けてきちゃってるのかな。抜けて、もう間違いなく抜けてるって思ってもらった方が間違いないですね。この車とりあえず距離は乗ってんだけど、今のところはとりあえずその音は出てはいないんだけど。とりあえずはね、まあ外装の痛みは何分出ちゃってはいたんだけど、エアコンがついてるんでね、そう、まあそれがいいでしょ。エアコン付きの4区4区なんだね。 HK74WD ですね。まあ用途ですよね。使う用途によってはまあ十分なのかなって気はするんですけども、平成17年式16年前の車ですかね。そう、古いです。まあこんな感じ。こういうのでもいいかなっていう人にはね、ちょうどいいのかもしれないですけどね。まあね、ゴミ捨てに使うぐらいとかね、畑仕事にね、ちょこっと使うぐらいだったらね、十分ですよね。まあ用途によってこんな感じでも十分かなって気がしますね。まあとりあえずなんだ、乗り出し価格がね、車検2年付きで33万円で全部込み込みでの販売になりますんでね、ぜひぜひ。今回ねお問い合わせいただいてるんで、まあ、もしこちらの軽トラックでよろしければ、正直にね、やっぱ乗用車とかと違ってね、やっぱ傷んでるから錆び出てんだよね。こういうところね、いろいろね、もうね、そう軽トラですからね、どうしてもね、あ、これいいよってなかなか言いづらいんです、正直に。まあでもとりあえず働いてくれます。しっかり荷物をつかります。もしよかったらご検討よろしくお願いします。はい。ところでふみおもさん、今日さ、ガクト今車運んできてくれたんだけど、ちょっとこっち側じゃあ今ふみおさんいたから、ちょっと一緒に行きませんか？見てみましょうか。ぜひぜひ、じゃあお願いします。はい。お疲れ様です。久しぶりに来ちゃいました。何か面白いことないかなと思って、ほら入荷した車。ああ、でもふみおもさん来なかった間に。何十売れるし、10台以上何十台か新しいのも入ってるし、ガクトもだいぶ車運んでたもんな。そうですね、意外と昨日も今日も運んでな。そうですね、カスタムね、じゃあNBOXカスタムが入荷したって初めてじゃない？カスタムタイプ。そう、うちでカスタム入荷した、これ先週だけかな、先々週かな、先週だか先々週だな、先週だけだって気がする。まだ手かけられなくてな、まだとりあえずこれは前入ってたやつ。そうですね。今日ガクト買ってじゃねえ、運んできたやつは。入荷した車を。そう、入荷した車。チェックしましょう、また。うん。まあ大体ね、ピース車検2年付きで20万円から30万円くらいでね、乗り出しの車をメインでやってはいるんですけども。あ、どれ？あ、ダイハツのスーパーカー。これSですね。ダイハツのスーパーカー S。これいいよね。なんか欲しいって言ってましたよ。S で。なんかね。軽くてすごい速いのかな。そう。S で。いいんじゃない？これガクト今日運んできたの？運んできました。ちょっとここサビが出てる。やっぱりどうしてもね、この色しなっちゃけるのかな。そう、色がね。確かに。あとはケイタの。そうですね。そう、ガクト君の腕の見せ所じゃないかな。あとはね。確かに。どこまで戻るか。これ何万キロだった？10万キロぐらい乗ってたか。あ、そんなに乗ってたっすね。8万キロ。8万300キロ。8万キロちょい。8万キロちょっとのエッセイ。でこっちのこれ JB5 のライフは。JB5 ね。JB5 ですね。それこそ。出ました。ピースの定番。お、定番。うん。これはね。こっちは9万と7000キロ。9万7000キロ。あ、じゃあタイミングベルトの交換しないかダメだな。ライト綺麗じゃない、比較的。うん、まだそんなに大きく傷んでもなさそうだし、距離は乗ってるけどベルトの交換しながら仕上げの方していけば、まあいいかなって気がしますね。タイベルの交換、シガちゃんの腕の見せ所ですかね。そう、シガちゃんね、しょっちゅうベルト交換やってるから。あとガクトはと、これはこれこっちのライフ。あ、こっちは後期だ。うん、JB5 の後期ライフ。これの距離見てみ。あ、距離。うん。確かね、距離少ないのも私買ってたはずなの。あ、これが。うん。3万。あ、全然乗ってないじゃないの。3万キロのね。これが3万キロちょいのライフ。いいね。うん。いいんじゃない？3万キロ。いいんじゃないかな。ね、型は古いけど、まあ距離が少ないのが魅力的な車かな。しかも後期。いいね。ライトも綺麗。悪くないですよね。仕上げの方していけば全然いいんじゃないかな。ライフばっかり。あ、ライフばっかりだ、今回仕入れたの。最近ライフばっかり。全部ライフじゃないね、この辺。これもライフ。これもライフ。メモさん大好きなライフばっかりですよ。これ。そう、ライフばっかり。JB5 ばっかりですね、これ。あ、JC1 もあるか。JC もこれも今回の仕入れ。そっちも JC。これも JC。これいつだっけ？これも今週？先週。これ先週か。そうですね。先週のちょっとね、仕入れの方ちょっとやってたから。うん。ね、いいね。まあ、ライフばっかりだな。結局はライフのジェストばっかり知ってるんだけど、頭にエッセ間違いないね。とりあえずまあ20万とか30万くらいのね仕上がって乗り出しができる車ばっかり仕入れてます。あと N ボックスとかはちょっと値段張っちゃうけどね。ね、ここに青いのさっきね取ってたけどさ、まあでもこんな感じでちょこ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 とね仕入れの方やってました。まあ。そんなとこだな。最近結構運んでたから、まあとりあえずはじゃあまたライフ仕上げていきます。これは足車に最高ですからね。みおさんってところでさ、休みっていつも決まってる休みあんすか？そうそう、あ、決まってる休みありますよ。第一とまあ。決まってる休みって連休になる。あ、ちょ毎週どこが休みとか。毎週火曜日は休み、定休日ですから。あ、火曜日は休みなんだね。で今日水曜日やったけど、第1と第3の水曜日もね休み入りますからね、連休になります。川崎って今日久しぶりに文雄さんの登場だったんでね、先来ねえなと思っててさ、待ってました。一月ぶり？あ、じゃあ3週間ぶりか。そうそうそう、先来れだったからな。ちょっと寂しかったよな。もうね、みんな文右衛門さんに会いたいんじゃないかなと思って。文右衛門さん、じゃあ火曜日が休みなんですね。そうそう、毎週火曜日は定休日です。わかりました。じゃあまあなんかあった時に文右衛門さんにじゃあ火曜日ちょっと相談しようかな。呼んでください。とりあえずじゃあ今日のねピースのこの動画、まあアクティトラックのご紹介と。今回仕入れてたまたライフとかゼストばっかりですけどね、また買い付けしてきました。どんどんね仕上げの方やって店頭に仕上げ出していきますんで、どうぞこれからも低価格車専門店ピースよろしくお願いいたします。バイバイ。